去年11月、マンションの9階のベランダから妻を突き落とし、自殺に見せかけて殺害した疑いで、警視庁は44歳の夫を逮捕しました。タバコを吸いにベランダに出て、下を見たら妻がいた。当時、男は警察にそう話しました。午前9時35分です。 高張容疑者が警視庁の捜査員に連行されていきます今朝逮捕された会社員の高張淳容疑者妻の高張朝香さんを自殺を装って殺害した疑いが持たれています高張容疑者はこちらのマンションの9階のベランダから妻の朝香さんを転落させたということです事件は 去年11月高張容疑者と妻の朝香さんそして1歳の娘の3人が住む東京国立市のマンションで起こりました9階にある自宅のベランダから朝香さんが転落して死亡死因は転落による胸部損傷でしたこの時高張容疑者は妻は自殺したんでしょうと話しています しかし警察は朝香さんの遺体のまぶたに窒息した時に見られる出血痕があるのを見逃しませんでした朝香さんは首を絞められ意識が朦朧となった状態で突き落とされたとして自殺ではなく事件とみて捜査今日の逮捕に至りました FNN のカメラが捉えた事件からおよそ1か月後の高張容疑者 自宅から外出先へと向かうその手元には母子健康手帳の文字が幼い娘を持つ夫婦に一体何があったのでしょうか亡くなった浅香さんの母親は事件の直前浅香さんと電話で話していたといいます娘が亡くなる直前まで 私たち家族はメールのやり取りもできてましたので何かされるから怖いっていうのも言ってましたので子供を置いてお前だけ出てけっていうことは言われてた返ししてほしいそれだけです、ね。高張容疑者は容疑を否認しています。